さあ、この時間は月に2度ほど来ていただいておりますドクターストレッチのトレーナー山本ひかる先生に来ていただきました。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。体筋肉が凝ってしまう原因とかね、それをほぐすポイントを先生に教えていただいているんですけれども、はい、前回、ちょっと気温も下がって寒くなってきているということで、人の体がやっぱり固まりやすくなるし、本来はこの時期の方が体の防衛機能として ね、寒さから体を守るために自分自身で代謝を上げる時期だと、だからこそ運動するとより効果的だということで、あと成長ホルモンが下半身に多く通っているっていう話も ね、聞かせていただきました。それだけやっぱり下半身って大事ってことですね。めちゃめちゃ大事ですね。なんかね、それこそ先前のお話聞かせていただいた後、先生と話してたら、やっぱり年配の方たくさん聞いてくださってると思うんですけど、足腰丈夫じゃないとねとか、よくおっしゃるじゃないですか。やっぱりその例えばうちの母なんかも一時ちょっと膝を悪くしてね、もうそれこそ座ってるのも立つのももうちょっと不自由で、もちろん歩いて出るなんていうのも一時なかなかできなかった時があるんですよ。ですごい元気な母だったのに、すごいやっぱり私たちもちょっと不安になるぐらい、老け込むというか、一気になんか、あ、うちのお母さんももうそういう年齢だったんだなって感じることがあったから、やっぱりそういう意味ではしっかり足腰鍛えていただくのは大事ですね。そうですね。で、やっぱりその大きな筋肉が、体の中いろいろあって、体の中でその筋肉を使って栄養素をね、送り届けてる中でも、ふくらはぎとかとっても大事なところだって聞いたんですけど、その寒い時期に体がこう固まりやすくなるからこそしたらいいよというストレッチを今日は教えていただきたいなと思うのですが、どんなものが。はい、そうですね、今日は足に関するものと、あと呼吸ね、すごい大事なものですからね。この呼吸が意外とめちゃめちゃ浅くなってしまうことによって、栄養が運ばれなくなっていくっていうこともありますので、この2点をメインで伝えさせていただければなと思いますので。分かりました。はい、でまずこの足回りなんですけれども、特にね、さっきもお伝えしてもらってたんですけれども、ふくらはぎ周りだったりだとか、っていうところなんですが、ふくらはぎを伸ばしていくこと自体は、前もね、お伝えしたことあるかもしれないですけど、やっぱりこの、ふくらはぎを伸ばすイコール、今度は足首を返していく。親指を自分の方に向けるってことですね。で、このやっぱり動きが、ここを伸ばすような動きになりますので。そうか、足をこう、例えばちょっと上げてもらって、自分の足、かかとをだから突き出す、引っ込めるっていうような、その動きだけでもするだけで、ふくらはぎの筋肉も動いてる、ということですね。なので、簡単に多分小学校の時とか多分したことあると思うんですよ、こうやって。壁に手をついて、アキレス腱伸ばしてくださいみたいな感じですね。そうですね。このアキレス腱を伸ばすって、実はこれは腱なので、ここを伸ばしてる時に伸びてるのはふくらはぎの筋肉だったり、っていうこの、ふくらはぎは3つ筋肉がありますので、ここの3つの筋肉をしっかり伸ばしていくっていうようなことが見やすいかな。もうだから皆さんが本当にそれこそよく、ウォーキングとかランニングされてる方もそうだと思いますけれども、後ろに一歩足を大きく引いて、よし、アキレス腱を伸ばそうと思うようなあのポーズですね、それをこう壁にちょっと手を当ててもらって支えをつけながら無理のない感じでゆっくり伸ばす。で、これでちょっと負荷がちょっと弱いなって方は、どんどんこの距離を伸ばしていっていただけたりとか。壁からだから遠ざかっていくんだ。そうですね。だからより大股になる感じですね。で、よりさらにいった時、自分の地面についたりとかすると、前屈みたいな、押しながらやるとよりふくらはぎにはきます。ちょっと待って、アキレス腱を伸ばすポーズで前屈っていう。そうですね。なんでもうなんかヨガとかでもあると思うんですけど、あるある、もうこのままなんとも厳しい、かかとを離さないみたいな感じにしてみて、それはご自身の普段の運動量とか、そうですね、その感じを見ながらですね、決して無理のない。そうですね。なかなかハードル高いんでね、最後のは。最後はちょっとハードル高いですけど。はい、あれですかね、だから、痛気持ちいいぐらいな。そうですね。で、呼吸が止まらないぐらいで大丈夫です。これが大事です、皆さん。ついね、気がついたら、
止めてしまいますからね。いや、そうなんですよね。痛っみたいになった時に、そうなんですよ、呼吸が止まっちゃいますので、止まらない程度で痛気持ちとかぐらいでする、はい、これはやっぱり毎日してもいい。あ、もう毎日できるとめっちゃいいです。特にふくらはぎって、全身の血流の大体7割ぐらいが下半身に溜まっていくことが多いんですけれども、ふくらはぎの大体理想として、ふくらはぎが一番強いポンプの役割を果たしているんですけれども、ふくらはぎの大体理想の、強さといいますか、毎日7000歩以上ぐらい歩いてるぐらいの、やっぱりこの収縮の運動効果があっていけれると、大体通常通りの筋肉っていうか形ぐらいにはなってくるんですけれども、強度になってくるんですけど、意外と毎日7000歩以上って歩けてなかったりすることってあるじゃないですか、なってきた時にやっぱりストレッチもそうですし、やっぱりこの収縮とかだったりとかっていうことによって返していく作業をちゃんとしっかりしていかないと、より心臓に負担がかかってきちゃうので、あの血流を流すためにより心臓だけで流そうとしてしまって、心臓に負担がかかって、特に寒くなってきたら、心筋梗塞なんか、いろいろ心臓に負担がかかることって多いと思うんですけど、それを筋肉でカバーをちゃんとしてあげることによってチームプレーが出来上がりますので、だからふくらはぎって第二の心臓って言われるんですね、はい、そうなんですよ。っていうぐらい一番そのポンプの役割が、心臓に似てポンプの役割がありますので、このふくらはぎをしっかり伸ばすことはめちゃめちゃ大事にですね。だからお家にいらっしゃる主婦の方とかも、お掃除の合間にちょっと伸ばしてみるとか、そうですね、お洗濯終わったらちょっと伸ばしてみるとか、昼間とかね、ドラマ見ておやつ食べたい時間帯ではありますけど、はい、終わって夕飯作る前に伸ばしてみるとかしていただけたらなと思います。あともう一つは先生、呼吸。そうなんですね、呼吸でね、私たち人間は生きていますので、この酸素を、いかにどうやって取り込んで、体回していけれるかっていうのはすごい大事だと思うんですけど、意外と浅いんですよね。よく言われますね、はい、で、これ、ストレスとかもかかればかかるほど、やっぱり呼吸が浅くなったりとかもしていくんですけど、ちょっとね、ゲームっていうか、ちょっとチェックをちょっと用意しましたので、私はい、もう皆さんもやってみてください。皆さんもぜひ一緒にやってみてください、呼吸を、普通に呼吸してもらって、ちょっと普通にってこう言っただけで、ちょっとみんなちょっと整えようとしちゃうんですけどしちゃうんですけど、普通に呼吸をしていただいて、普通に吸って吐いてってやって、吐き切る前ぐらいにちょっと呼吸を止めます。はいはいはい。で、普通に呼吸をしてる状態で一回吐き切る前に一回止める。こっから秒数をカウントします。止めている秒数、止めている秒数です、で、これをもう息したいっていうぐらいまでの秒数まで止めます。で、これを我慢しすぎてみたいなことになるのはダメです。普通の、やっても普通の状態のまま、呼吸の状態が乱れないんだけれども、何秒止めれるか、それです、そうです。っていうのが、この秒数によってストレス抱えてる具合が全然変わってくるんです。嘘、そうなんですか、そうなんですよ。これを秒数やっていただきまして、次の呼吸に行くまでに、15秒以内とか10秒以内とかになってくると、かなりストレスは多い状態になります。そうなんだ、だからその止めれる時間が短ければ短いほど、呼吸が普段から浅くなってきてしまっている状態なので、で、特にケモさんにもちょっとイエローカードなんですけど、おしゃべりする仕事の方、お話しすることが多い方も、喋ってると気づかずずっと呼吸を止まらずにやってたりとかすることをやっていくと、意外と呼吸ってどんどん浅くなっていったり、してて、めっちゃ喋り終わった後って結構頭しんどくなったりとか、酸素少なくなってる可能性もありますので、そうなんですよね、喋る機会が多い方とか、特に大阪の、方はね、特にやっぱりね、どの県民よりも口数多いですからね、多い可能性がありますので、なんで呼吸が多く喋ったなって時はしっかり呼吸をする癖をつけたりとかするだけでも、呼吸をすることによって、肺が膨らんだりとかしていて、その分中からのストレッチにつながってきますので、肺を動かすことでね、で、筋肉もいっぱい使いますので、横隔膜を下げてとかってなってきますので、中からストレッチをかけれるようになってきますので、なんでしっかり呼吸をすること、深く呼吸をゆっくりすることだけでも結構中からストレッチができて、で、酸素量を多く取り込めて、その冷えの対策にもなってきます。そういうことですよね、体の中にやっぱり常に新鮮な空気がしっかり回ることで、体の機能も上がってくるってことですよね、ちなみにさっきのゲームで秒数で、通常というか
正常値以上、正常値、はい、の方は20秒以上です。そんな止めれるんですか、はい、がで、しかもそんな頑張らずにそのまま普通の呼吸がそのまま戻れるぐらい。もうそれだけ今むせそうなんですそうなんですよ。20秒ぐらいが、そうなんです。これコントロールポーズって言うんですけれどもね、これで、まあ、しっかり呼吸がどれだけ普段が浅いか深いかぐらいでストレスの量だったりとか呼吸の浅さとかチェックできますね。これね、20秒もあの呼吸を止めて無音にすると放送事故になってしまいますので、はい、ここでは、ね、今なかなかちょっとね、はい、どうしようと思ったけど、あ、ダメだなこれ、はい、3秒以上あの無音になったり結構いろいろ大変なことになりますので、そうです、どうしたどうしたってなっちゃいますから、ね、そうそうそう、あれ何この番組、え、何何っていう、はい、もうあのリスナーの方に不安を与えてしまうので、はい、この後やっていきましょう。この後やっていきたいと思いますけど皆さんもだから一度やってみてください。だからこう普通に普通に吸って吐いてって吐き切って、ふーって吐き切る、ちょっと手前でふっと軽く止めていただいて、はい、そっからふーってなる一歩手前ですね、はい、またもう無理かな、あ、もう無理かもしれないなぐらいの時にふっと吐いていただくという、吸っていただく、その期間が何秒ぐらいかっていう、10秒とかの方はもうすごいストレスですって、15秒の方もちょっとストレス、正常値20秒ということで、はい、じゃあ番組が終わったらやってチェックしましょう、見たいと思いますでもこれもそうだし、はい、あのふくらはぎのストレッチも本当にどなたにでも簡単にしていただけると思いますので、はい、ぜひ皆さん行ってみていただきたいと思います、はい、で今日ご紹介しましたストレッチの仕方などは動画で YouTube のラジオ坂チャンネルにアップしておきますので、そちらも参考になさってみてください。さあ、無理なストレッチは逆効果になることもあります。専門家やお医者さんに相談してから行うようにしてください。そして無理だわという方はもうすぐドクターストレッチに行ってください、はい、お待ちしてます。はい、先生方がいらっしゃいます詳しくはドクターストレッチで検索してホームページご覧になってみてください。皆さんのお近くにもきっとあると思います。ということで、この時間はドクターストレッチのトレーナー山本光先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。